Radio Giraffe Radio Giraffe、キリンラジオ、今日のゲストは広田瑞希ちゃんに来てもらいました。広田瑞希です。あのちゃんって言ってるのはね、あのなんと名前がね、私と被ってるから、私みんなから瑞希さんって呼ばれることが多いんだけど、区別するために瑞希ちゃんと私は呼んでおります、はい、それでよろしくございますかね。はい、大丈夫です。ありがとうございます、はい、あの大阪からね今日来たということで、ここから始めます。あの大阪の方で NVC の活動をやってる。はい、不定義ですけどね。どういう活動名とかある？あの大阪 T、うん、もともと大阪 NVC っていう名前をつけて、うん、その相方の中山ひざえが、うん、あのオーガナイズをしてくれてたんですけども、うん、大阪 NVC、ね、大阪 NVC、 ただあのそのままやね、CNVC のリクエストにがあるんですよね、うん、でその名称をグループ名に使うっていうのがちょっと、うん、あの NVC が広まった段階でリクエストが出たので、うんうん、まあ私たちもあのじゃあ別の名前をちょっと考えようかということで、うんうん、あのサンキュー&プリーズコミュニケーションの略で大阪 TPC っていうのに去年改名しました。サンキュー&プリーズコミュニケーション、コミュニケーションの頭をとちょっと待て、はい、あ結構俺長いことさ、はい、知ってるけどそれ初めて、今初めて聞いた。いや、そうなんですよ、あのそんなに熱心に名前変えましたって知らせてなかったというまあまあまあ名称だからね、名称変えましたという。えそれは積極的に広めてはいないの？そうなんですよ、うん、まだねその活動を、うん、その活動自体もどんな風にしていくかを、うん、こうもうちょっとカスタマイズしようということで、うん、去年は割と話し合いの年だったので、うん、ちょこっとまあイベントしたりもしてたんですけど、そういう過程ですか、まだプロセス中ですか？そうですね、ぬくくなったらやろうかみたいな感じで、まあまあ、それがいいと思うけど、共感なんとかっていうのもやってなかったっけ？共感工房っていうのは、共感工房、あの関西で、うんうん、京都、奈良、大阪の地域でそれぞれ自分のコミュニティとかグループを持ってる仲間が、せっかく関西におるし、しょっちゅうその参加したりされたりしてるんやから、一回月替わりでそれぞれがその月のマスターになって、持ち回りでリレー式でやってみようかっていうのを去年あの実験的にしたんですよ。で半年のつもりでその企画をしたんですけど、うんうん、なぜか1年経ってもそのグループが残っていて、うん、おーいいね。でもうなんか、うん、あの例えば奈良の人がイベントするよって言ったらそれを行きたい人は行って手伝ったり、うん、あの広報手伝いたいとか、あとまあ悩み聞き合うとか、あの緩く、うんうんうん、でもつながってるっていう感じの連合みたいな感じですね。京都と奈良と大阪で今3人がいるってこと？共感工房、共感工房は今、うん、私と久井さんはセットなので、うんうんうん、石川理恵さんと、うんうん、篠原幸子さんと、うんうん、前さん池田さん、何人かがいる？5歳、5人、5人、5人、この人たちが持ち回りだった。そうです、持ち回りというか、まあ、今はもう単発でそれぞれで、単発で、はい、リレーじゃないんですけど。ああそう、ただ情報いい名前だね、共感工房。共感工房っていう名前を決めるところから、うんうんうん、あの割と NVC で話し合いをしたりをみんなで、ね、しましたよ、はい、うん、そうなんだ。瑞希ちゃんがですね NVC に出会ったのはいつですか？2011年の5月、うん、震災の年だ、はい、震災直後だ、はい、うん、私それは後から知ったんですけど、うんうん、2011年にロキシーが日本でするワークショップに急遽あのトレーナーとして来日してくださった、うんうん、そのワークショップに久江さんが出てたんです、うんうんうん、で、まあ、すごくいいなと思い、久江が思い、うんうんうん、そしてあの大阪でもやってないんですかっていうことを聞いたら、うんうん、まだその当時関西には何も NVC の情報がなかったんで、うんうんうん、で、久江さんが声をかけて、あの八吉陽子さんに月に一度、うんうん、久江さんの自宅に来てもらって、うんうん、家で勉強会を始めたのが始まりです。それは2011年から。確かロキシーはですね、あのわざわざ震災があったっていうんで、はい、呼ぶ予定だった、トレーナーが何人か来れなくなったのを受けて、でも私は行くって言ってわざわざ来てくれたのよ、ね、うん、はい、確か一番大変な時に行きたいって言って、うん、あの時感動したよね、うん、
で来てくれて NVC の種をまいてくれて、それが元で、大阪にもそういう場ができた。そうなんですよ。でそれを3年しました。毎月休まず。でまあそのうちに私もオーガナイズ側になって、知らない自然な感じで久井さんと2人でするように。今はその共感工房と名前の覚えられない、大阪 TPC です。それ定期活動やってんの？いや今定期活動しようか、他の。ああそうかそうか、今あれだったね、その準備中ね。準備中です。どんな構想なんですか？あった、ね、抜くなったらどうなるの？もう一人ね、今まで久江さんと二人やったのに、うん、山下なりちゃん、なりこちゃんっていう仲間が入ってくださって、うん、というか私がお願いして、うんうんうん、あの3人でまあ助け合ってしようかっていうことになってまして、うんうん、コンテンツというか、うん、やってみたいことっていうのは結構たくさんあるんですよ。ああそう、うん、まあ英語で NVC に触れてみるですとか、うんうんうん、私がまあ LP で学んだクラスのシェアをするとか、うんうん、あとトランプ、共感トランプで遊ぼうとか、ね、それも結構絶対やろうねって言ってることとか、かなりたくさん、うん、例えばん、うん、ゲストを呼ぶとかもそうですし、うん、盛りだくさん盛りだくさんあるんですけど、あのその中で自分たちがワクワクすることをしようって、うん、ねばならないがをものすごく減らした状態でスタートしたら、うんうん、どんなことが起こるだろうっていうのを今3人で話し合って、まあ、ちょっと実験してて、うん、あのまず私たち主催側の私たちがネバならないよう、うん、から動かなずに、うん、楽しんでやれること、ね、やりたいことやりたいことをやるのにはどんな風な流れになるだろうみたいなことを、うん、まあそれ NVC の基本ですね。そうです ね、それ実践できたらいいですよね。ですね、うん、キリンラジオ、キリンラジオ。なんか LP って 今言葉出たけど、知らない人もいるかもしれないけど、リーダーシッププログラムっていうね、はい、アメリカのカリフォルニアの方で、何度か出てる。あの年間のプログラムなので、うんうんうん、1年間に3回の合宿で、それ1年間行ったってこと。はい、3回行きました。1回に何日ぐらいあるの？あれ1回に1週間ですね、7日間か。1週間分が年に3回あって、その間もまあオンラインのなんかつながりがあったりして、はい、テレクラスっていう、うん、で1年間のプログラム、はい、それ英語でしょ？英語です。向こうで、向こうで、あ、そう私はもうあのケンさんとしげこさんと宗谷海さんがいなければ、うんうん、1年行けませんでしたあ、そうやってまあお互いに助け合ったりしてる。フォロー、はい、たくさんしていて、なかなかね、英語で向こうで学ぼうっていうのは勇気いるけど、うん、どういう、どうでしたか、実際行ってみて。あ、やっぱりね、その時は必死、うん、もう行くだけで必死なんで、うんうん、なんていうのかな、自分は一体こう1年かけてアメリカで3回も行った分だけのどんなことを一体得たのかしらとか、うんうん、自分がそのか、なんていうのかな、実践できるのかしらとか、うんうん、リーダーシップの芽が出るのかしらっていう感じだったんですけど、うんうん、2年ぐらい経って、うんうん、あ、全然自分が変わったなって思う、うん、シーンが増えました。あのそこ知りたいんだけど、はい、要するに NVC、まあ、そのリーダーシッププログラムも参加したことも含めて、はい、NVC をとしてやってですね、はい、なんかどういうふうに変わったっていう、自分自身で一番影響を受け、まあまあ多岐にわたると思うけど、うん、自分の中で、まあ、人に言うとしたらどんなことが言える？自分が自分の味方をするっていうことがどういうことなのかっていうのが、うんうん、体感として分かった、うん、これは割とここ半年ぐらいのことなんで、うん、フレッシュな、最近そういう感じがするんですけど、はい、自分が自分の味方をする、応援だみたいな、はい、だから自己否定とか自己非難を自然にしなくなった、なるほど、はい、頑張ってしない
自己否定をしてはいけないって否定ですよねというところで気がついたら自分を受け入れる、自然に受け入れる、そうですね、私は悪くないっていうのも、うん、ちょっと悪いと思ってるから悪くないって言いたくなるみたいな、そういうんじゃなくて、なんかもうほったらかしみたいな、でもいざとなったら味方、これでいいんじゃないっていうですね、うん、もしそれで良くなかってもじゃあどうしたら気がよくできるのみたいなことを聞いて、できる範囲でそれを実践するっていう、うんうん、あのことを自分で選択するっていうこと、これがうまくいかなかったけど、うん、ダメだよんでではなくて、じゃあどうしたらうまくいくかなとか、そうですね、もっといい方向ないかなっていうとか、あと本当にそんなにがっかりしてまでそれがしたいってもう一回見直すとか、見直す、なるほど、あ、本当はお腹減ってるで眠いだけなんちゃうのとか、ね、なるほどね。あの自己肯定って今はね、自己肯定感ってすごい問題になってるけど、そうですね、自分で自分がこれでいいんだって認められない人が多くて、うん、なんか自分はダメなんじゃないかとか、こうすべきだとか、それで苦しんでる人多いけどね。例えば私の場合だったら、うん、分かりやすいのは、うん、大きな声が出ない、うん、必要な時に必要なだけの声量が出ないっていうことが時々あって、うんうんうん、あの密かな悩みやったんですけど、うんうん、それが困ることがすごく少なくなりました、うんうん、別にそれでいいじゃないって感じ、うん、ですし出るようになりました。気にしなくなったら、うん、必要なのが最低限聞こえる、うん、それすごいじゃん。そうなんですよ、うん、めっちゃ助かってます助かってますって言うんやけど、結構声のね悩み持ってる人多いよね。そうですね、うん、自分は大きな声出せないっていうのもそうだし、なんか人に言ってもいつも聞き返されるとかさ。あ、そうですそうです、うん、で相手の身になったらね、うん、何か分からんことをむにゃむにゃ聞かされたら、うん、だんだん腹立ってくるっていうのも分かるんですよ、うん、でも、うん、そのイラッとした空気にまた怯えてますます小さくなるみたいな声がっていう、ね、悪循環、ね、悪循環で、うん、でその自分はもう思う存分萎縮してるんでいいんですけど、相手の方にの立場に立って想像してみたら、よく聞こえもせんことを聞き取りながらかつ怯えられるって大変不愉快やと思うんですよいじめてるみたいやんってなると思うんですけど、こっちがね、すげえプレッシャーだな。そうそうそう、なるほど、ね、別にはっきり聞きたいだけなのにって、そんなに怯えられたらみたいな。でそういう時はどうするの、気を取り直すの。うん、相手に共感するんだ。もうフリーズした時はフリーズするしかないんですけど、うん、それでも、まあ、なんていうか、怒られたくないから頑張って声を出すのではなく、うんうんうん、聞き取りたいから相手も腹が立つとかイライラするのだろうと思って、うん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 、こっちも伝えたいわけだ。そうです、だから両思いなんだから頑張れるとこはどこって思うようになりました。なるほど、はい、紙に書くんでも噛めへんし、うん、そういう時ちょっと待ってくださいねってとかみたいなね、はい、ちょっと落ち着いてくるもう一回やり直すとか僕が、うん、これが聞こえへんねんって怒られたら、うん、すいませんっていうのだけ大きな声で言うとかね、まず言っとくとかね、できる範囲の、まあいろいろやり方あるよね、はい、うん、まあそういうのいくつか用意しておくとちょっと気が楽ですね、楽だよね、なんか怒った時にね、はい、そういうことか、うん、あのさ、その仕事はですね、あの LP に行くって、例えば1週間に行けるってどう、はい、フリーランスなんだっけ。私は、はい、あの建築の設計をしてます、うん、自営でやってます。フリーというか、はい、フリーの建築設計士フリーって言ったらすごいなんかかっこいいですけど、ね、女の人珍しいよね、いるかな。最近のも増えてきましたね。本当、うん、なんかイメージとしてはね、少ない男が多いイメージがあるけど、ね、もうそう、まあまあ、おっさんがいる。そうですね、ややこしい、うんちく垂れそうなおっさんが山ほどいますねええんかな、こんな映像で伸ばして。私の中にこう具体的なこう名前がいくつかこう出てきて
建築の仕事を面白い人がいっぱいいるね。する人って、うんうん、あの建築好きな人やっぱ多いです。まあそうでしょうね。だからね、うん、語りたくなるんですよ、うん、きっと、うんうんうん、超気持ちわかると。あ、聞かれてもないことをベラベラ話したくなるっていう、うんうんうん、なるほどね。最近それでちょっとここ半年でなんかこう自分が何なんとなくこう自己肯定みたいなのが普通にできるようになったといって、それはなんかきっかけある？うん、まあすごく始まりから言えば6年ぐらい前からの話になるんですけど、うん、そのここ最近の変化につながってるのは、うん、あのきっかけはねやっぱりね、うん、それこそロキシーがリーダーシッププログラム その合宿中に、うん、あの公開でよければ1対1のセッションをするよっていうふうに申し出てくださって、うんうんうん、みんながいる場所で1対1で共感してくれる、はい、うん、でそのセッションを経て、うんうん、あの帰りの飛行機で、うん、頭で考えて自己需要が必要だという情報だけをインプットして、うん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 、それをしようと一人で頑張るっていうようなそれまでじゃなくって、うんうん、自己共感でもなくって、うん、なんて言うんだろう、こう申し出てくれて、うん、私はそれをお受けして、うん、かつそれを見守ってくれる LP の同期の仲間がいてっていう、うん、その情景をすごく思い出すようになったんですよ、うん、なんかちょっとカメラで撮ってるように、うん、みんながこういるという、はい、そ の, かんバーの感じをこう、はい、実際に体験した感じを思い出す、はい、うん、だからそしたらなんか、うん、自己需要ってこういうことなのかもしれないっていうことがちょっと言葉で言えないんですけど、体感みたいなところでなんか腑に落ちてきて、でそこから安心感みたいな感じ、安心感みたいな、でもやっぱりね自分のことってねすごい自分で動かせれるから、自分の体は癖とかにこうすぐ惑わされるんですけど、今までと違う選択をしてしてみたり、例えば、うん、頑張らなくちゃいけないところで、うん、こう頑張らなくちゃいけないっていうことと、もうしんどいから眠たいっていう時に、うん、絶対こっちをしてた方もう寝るの方をやってみるとか逆もありますよ。普段やったらへこたれてたところを逆にちょっとこう踏ん張ってみるみたいなこととか、うん、でその踏ん張りたいけど踏ん張りきれん時に、うんうん、共感コールをオファーしてみるとか、うん、誰かに、うん、とか、うん、仲間に、うん、あの今いいとかって言って、うん、ちょっとサポートをもらうとかっていう、うん、遠慮なくできる、はい、うん、っていうことを、うん、その今まで自分がしなかったパターンをちょっとずつ試すようにしてみたら、うん、あ、なんか大丈夫かもって、うん、なんだと、うん、なるわいなみたいななんていうやろな自分に手に負えんようなことはそもそも自分はできひんねんかなと思ったんですよ。まあ無理してもね、うん、いい結果は生まれないしね、なかなか、うん、私その先々ものすごいその自分がどうしようもないお手上げだっていうようなことを同じ自分がするはずはないと思ったんです、うんうんうん、なんかそのことがパッてこうつながって、うんうんうん、先々の話だけどこれからどういう計画があるんですか？ね、今年はちょっと仕事が楽しくて、うん、楽しくて、ね、おすごいね今年はって、まあこれまでも楽しかったんですけど、東京の方でも仕事してるじゃん。はい、会社は東京にあるので。あら、そうなの？はい、もう東京にこう会社を自分の、プライベートの会社を持ってきたって感じ？そうです、うん、あの持ってきたというより、うん、東京で立ち上げた。あ、そうなんだ、はい、じゃあ東京に事務所があるんだ。そうです。それがどうなの、これから？あのね、頑張りたいの？そう、建築×NVC っていうテーマでずっと3年ぐらい考えてて、うん、あの日常生活に取り入れるっていうのはね、うん、みんなこう NVC を始めた人たちにとったら割とこう日常に取り入れるっていうところがステップの大きいステップの、うん、家族の関係とかね、はい、仕事ところなんですけど、なんかそれを私はまた
プライベートの日常生活と仕事っていうのも結構、うん、まあ、分断されてるパターンもあるかなと思ったら、うんうんうん、なんか今度日常に取り入れて仕事にも取り入れたらどうなるだろうと思って、うん、あの、うん、私自身は建築計画カウンセリングっていう、うんうん、メニューをちょっと今、うん、開発中で、でそれと別に事業で、うん、やっぱ共感お片付けもしたいなって、うんうん、お片付け共感お片付け、それはね私はアシスタントお片付けできない人いっぱいいるよね。アシスタントに入りたいんですよ、共感お片付けを。誰かその、共感お片付け事業部の部長に推してくださる方を探して、自分はまあスタッフで入るから一緒にしようかみたいなことを。それってさ、こう片付けられない人に、はい、共感して、そのなんで片付けられないのか、そういうことをこう聞いてあげたりするわけ。あのね、うん、このアイデアは私のものではないので、うんうんうん、あのなんですけど、そう聞いてみたら、片付けられないことが悪いことではない、うん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 、別に。ただ片付けたらどれだけ使い勝手がいいかとか、うんうん、快適かっていうことをまず体験してもらうっていうことが一つある、うんうんうん、と、あの片付けるときにはやっぱり気持ちっていうのがすごく関わってくるので、うんね、うん、いらないけれど捨てられないものにはそこには絶対に理由がある、ね、理由と大事にしたいことがあるので、それを物を捨てる捨てないの1-0で考えるのではなく、うんうんうん、ニーズの方を満たしながら、うんうん、どうしたら家が片付くかっていうような相談をまずはして取り掛かるっていう、うんうん、お片付けカウンセラーで。いやでもね、私はまあまあ設計士なんで、うん、そりゃ図面書かせてもらって、うん、それがなんていうか出来上がればもちろん嬉しいんですけど、うん、そんな別に工事ばっかりせんと、あるとこ綺麗にして機嫌よう済んだらそれが一番ええんちゃうみたいな話になったんですよ家直す前にね、うん、まあそう、大掛かりなことよりはちっちゃいことからカスタマイズしていくっていうことのサポートもできたら、うん、まあ妨害です。なるほどね、はい、こんなに家全面的に改装しなくてもちょっとここだけ直したら使い勝手が良くなると、うん、いいね、面白いね、面白い、ワクワクします。もうなるほど、それで今ワクワクしてるわけですね。はい、うん、あのしょっちゅう東京来るみたいなんで、東京の方でもなんかね、またみんなとつながりを持って、はい、なんかやれるといいですね。はい、うん、あの本当に関東の NVC の仲間たちと会える機会が増えたのが、うんうん、あのちょっとこれは本当にプラスアルファの役得で、なんかでもなんかケンさんなんかしょっちゅう行ったり来たりしてるおかげでさ、はい、関東関西っていう区別がちょっと、ね、もうなくな、ね、近くなりましたよね。すごいないよね今ね、本当、うん、事務所里ツアーの頃から比べたら格段に距離が、うん、心の距離が縮まってます、うん、心の距離がね、はい、うん、それいいよね、こういうのでもまたね、いろいろこうつながったりして、あ、そう、本当ですね、そうそうそう、あの大阪の活動これからも、まあ、もちろん続いていくと思うけど、そういう情報ってどこに行けば取れるの？あのゆくゆくは大阪 TPC でもページを作るつもりでいます、うんうん、でそれまでは、うん、あの共感工房のページはあるので、うん、そ、そちらにそれぞれみんなの、うん、共感工房で検索すれば出てくる、はい、ページがあります。 OK、 了解です。あとは NVC ジャパンのもちろんあの、はい、ページにも随時お知らせを、はい、あ、そうだね、はい、NVCJAPAN.net に .org どっちだっけ .net NVCJAPAN.net には常にあの情報が載ってますからね、皆さん見てください。今日はあの東京までわざわざ、あ、これから大阪帰る、うん、明後日帰る、はい、あのインフルエンザが流行ってるそうなんで、はい、新幹線の中は特に危ないらしいんで、です今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。